どうも、こんばんは、アイナムです。今回は、東京グールリ・インボーク。メンテナンスがおりまして、今月のリ・インボークフェス始まりました。春劇の国と霧島彩斗ですね。駆逐で前に登場してから、なかなか登場しなかった彩斗なんですけど、今回、ついにフェスに登場しています。早速、キャラの詳細の方を見ていきましょう。ステータスは HP9046、攻撃力10000じゃねえわ、1544、防御力441ですね。HP に関してはやっぱり10000欲しかったなというところで、攻撃力はまあ申し分ないといったところなんですが、防御力は低めですかね。まあこの防御力低いのは、まあ後々スキルでも説明するんですけど、スキルに回避率アップがついてるんで、防御力低くはまあいいでしょう。で、コイアビリティがアタックポイントアップ S マイナスプラス4ですね。プラス4されて14。で、人間キラー S プラスで 1.5 倍、剣属性キラー WS プラスで 1.7 倍、水属性に対して強いですね。で、クリティカルが 35% アップからの攻撃力ダウン完全耐性ということなんですが、まあ、アタックポイントと人間キラーに関してはどちらも SS なんで、まあ、WS プラスか、まあ、WS マイナスでも良かったんじゃないかなと思うところなんですが、スキルの方見ていきましょうか。アダになったな、レベル5。カグネは発生状態ですね。覚醒キャラではないです。3ターン枝は味方前衛の回避率を 30% アップする、敵前衛に攻撃力 1.8 倍の7連ダメージを与える、敵単体の攻撃力を武器耐久値をマイナス8するなんですが、このこいつのミソはですね、この3ターンの間味方前衛の回避率を 30% アップするというところですね。これがミソですね、このキャラクターので。フェスゲンのムツキなんですけど、まあ、こいつと比較されるのフェスゲンのムツキが核燃を発生する前ですね、スキル1で、2ターンの間味方前衛の回避率を 30% アップだったと思うんで、こいつは1ターン長いですね。しかも核燃をわざわざ発動させる手間がないので、まあ、こいつは1回のスキルでまあ攻撃と、まあ、武器耐久値削りはムツキもやってくれるのかな、まあ、やってくれると、しかもムツキより1ターン多いと、3ターンの間、まあ、ムツキはね、しかもアビリティでプラス 30% 自身の回避率を上げるだったかな、味方だったかな、多分自身だと思うんだけど、自身の回避率を上げるっていうアビリティ持ってる、実質、まあ、60% みたいな感じですかね。まあ、今回ですね、僕これ最終ステップまで回して1体取ろうと思うんですけど、まあ、なんでね、まあ、性能に関してはまあ別にめちゃくちゃ強いってわけじゃないし、めちゃくちゃ弱いってわけでもないけど、このアヤトの 3D モデルですよ。これ、このガチャガチャしたうかくね。これさ、もう駆逐で見た時からずっと欲しいと思ったんだよね。あとこの、さっさと行くぞ。このカジさんボイスね。まあこれがたまらんということで僕は回していこうかなと。まあでも普通に強いキャラだと思うな。火力も出せるし、味方に回避もつけれるし、なかなかいいキャラクターじゃないですか。金木と並べたら別にもう防御力とか関係ないと思いますね、正直。はい。というわけで、闘争に関してはまああんま言うことはないですね。こいつをリーダーで使うことはないかなっていうのと、この、なんだ、同時攻撃じゃねえわ。頻度かな、これは。攻撃頻度が S マイナスで、攻撃、ちげえわ。これなんだっけ毎回忘れるんだよな。足が B で、攻撃の頻度が C なのか。で、これが攻撃の射程か。射程ですね。まあ、とりあえず最終ステップまで回していきましょう。前回、トーカちゃん回してなかったんで、トーカちゃんも出てくれると嬉しい。さあ、ステップ1。ステップ1は SSR 確定ではないが、30個で引ける。お、SSR。まあ2体ぐらい、1体出たら終わろうかな、どうしようかな。まあその時気分だな。お、グール一応混じってるね。これは最近倉本じゃないわ、黒竹臣を一発で当てたっていうあれ実績あるんでって言ってても、まあ当たんないですよね。あ、そういえばそろそろヨモさん来るんじゃないかな。まあまあ、これは僕の勝手な予想なんですけど、今月ちょっとインボクフェス来るの早いんですよね。正直この前トーカちゃんのフェスが終わったばっかなのにさ、インボクフェスの感覚早くないってことは、まあまだ V ジャンの発表もまだだけど、 V ジャンで発表されるキャラクターがこのアヤトだとは俺は正直思ってないから、まあこの後スペシャルガシャなりなんかで来るかもしれないが、俺ね、スペシャルガシャ
スペシャルガシャって結局ピックアップ1体しかされてないんですよ。でフェスは今までのフェス券が全部ピックアップされるから結構お得なんですよね。でもね、なかなかねスペシャルガシャ最初来た時に、おこれ250個でこれいつ確定取れるのめっちゃ美味しいじゃんって思ったけど、最近はフェスですね。まあなかなかピックアップされないんだけどね、スペシャルガシャは出た時に取っておかないと。フェスはその分チャンスがあるんだけど、毎月毎月。さあ来い。まあ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 、まあ、てかな、こんな回してもな、本当に RC ポイントが RC ポイントがあぶれてよ。もっとショップを充実させてくれないとさ、やることないべ RC ポイントで。次なんだっけ、ステップ5かな。ステップ51体フェーズ限確定ですね。まあここでトーカちゃんか。そうだな、フェス券持ってないの、持ってない、月は持ってないな。黒岩じゃないわ、あの犬猿も持ってねえし、結構持ってないフェス券増えてきたんだよな。あと1体2体ってとこまで来てたのに、コンプリートまで。おっとこれは期待値が高い。イエス、え、ちげえ、あ、猿か。正気見たりなるほどね。でグールなんだけど、まあ、まだ月山も出てないし黒犬も出てないってことで、まだもう一枚下に待ってるグールの調査ファイル。うおマジこれどういうこと。だからかつて見たことあるか、今まで散々引けなかった猿が、あのこのステップ5で2枚出てくるっていう。まあ円さん、コマさんがね、ステップ6行きましょう。あーでもこうなってきたら黒犬が欲しくなるな。まあまあステップ6なんてこんなもんだろ。いやーきついな。ピックアップ待って、俺これさ、あのピックアップキャラクターアヤトがステップ7まで引けば確定で手に入るとか今その手で回してるけど提供割合確認してないんだよね。で最近のフェス限キャラクターはそれは 100% で手に入ってる仕様になってるけど、つい半年前までさ全然あの 50% か 60% か 30% か忘れた時やってたからね。あ、1回売るか、1回とかラストなのにな。俺がハイルをさ何回外したと思ってんだよマジで。あれクソきつかったからな、精神的に。さあラストはアヤトは1体確定だが、もう1枚混じっててもいいんじゃないかな、さっきのコマさんみたいに。まえん、正気見たり。グル多いね。まあまあまあ。一枚か。まあいいでしょう。最近回避率アップすごい有能だなって。さっさと行くぞ。回避率アップはね、すごい有能だなって、この前あの、ムツキコンボの動画を上げてから思ったんですけど、すごい回避っていいですね。まあ、あえて、2周年カネキとか、あ、でもそうか、敵にデバフって、まあ、防御力アップのスキルを使わずに回避だけでいくっていうのもありなのかもしれないかなと思ってるんですが、どうなんでしょうか。回避と回復だけでね、行くのも、どうなん、いいんじゃないかなと思ってるんですけど。はい、というわけで、お疲れ様でした。また、次回の実況動画でお会いしましょう。